はい、皆さんこんにちは、ハジでございます。 PG88 の沢氏ですね。パートこれなーなかなやっていきたいと思いますね。で、カルムの塔に来ましたよと。これでもサージを手に入れないとね。ただ敵出てきたらおしゃれならない気がしますよ。どっかにいるんだけど、多分ね、ボッコボコにされる気がします。ボッコボコにされたら出てこないといいんだけど、なわけないよね。これをね、これグレッシーがいないとできないのかな、これ。そう、グレッシーがこれやるんですよね。これやってるんですよね、潰すの壁。ひょっとしてあれかな、敵出てこないのかな。出てこないんだったら、まあね、1年前ぐらいに私やってるんですよね。そこそこ、まあ、ところまでには全然及ばなかったんですけど、サージが意外にね、サージ集めるまで、この5人集めるまでは意外に簡単だったので、あっていう記憶があるんですね。簡単じゃないっていう記憶があったんで、だからかなり序盤の方でも5人揃えたんでね、レベル2とか3で揃えたと思いますよ。なもんで今回もそのノリでね、敵出てこないね。ボス戦みたいなのがなければいいけど。でも曲はいいなぁ、サバシは。この FM 音源でいいんでしょうかね。この独特のね、音色ですよね。潰してないということはまだ行ってないということなので、期待できるかな。ちょっと左から、こうね、行き止まりですね。通ったとこ戻ってきましたか。でここね、私ね、もう、覚えが悪いんでね、もう、わからないときは左手を使うような感じでね、左手沿いに行くような感じですね。あらららら。これ行ったということは帰ってきてるのかな。で、こうなんかね、途中から左手使ってるんでねなんかダメな気がしてきた。で、こうでしょ、で、こうでしょ、でしょ、なんかぐるぐる回ってる。いやということはこっち回ってきてないことだよね。開けてるね。あら。今度ちょっと右手使ったりしてね。多分ね、これ出口だね。多分ね、上の方に行かないといけないんですよ、これ。大抵入り口が上なんですよね。確かね、私の記憶によれば。入り口というか、階段とかね、今みんな上にあったような気がするんです。ほんと迷ってるね。迷っちゃってる。ジャダの杖が使えるんでね、これ建物の中でも使えるのかな。これで一番てっぺんだね。来た。これだろう。これね。できた、やだな。宝箱あったね。あるわ。防御入らないかな。3000手当てに入れましたよ。アーマーがね、欲しいんだよね。いきなり階段か。間違えちゃった。すごい不安がね、よぎるんですけど。
お金が一気に1万いっちゃったのはいいんですけどね。怖いな。宝探しでまた後で来てもいいよね。うわ、すっごいお金入ってきちゃった。あ、これ多分宝物じゃない？カルムの魔術、私はかつてジャマさんの弟子であった我が家にはギャリバスの弟子だと思って戦い、勝利を収めたことも敗北を喫したこともある。しかしギャリバスだけは何としても教えなかった。何時真の勇者なら、真の勇者なら、かつての我々の夢を今一度叶えさせてくれ。すまない、ギャリバスの弟子どもが偶然ここへお嬢様を連れてきたんだ。助けようとしたのじゃが力が及ばずにまた連れ去られてしまった。やっとの思いで弟子の一人から岬の館に監禁するのだと聞き出した。頼む、すぐに岬の矢先、いやいや岬の矢先じゃないわ、岬の館へ向かってくれ。私にできることはここまでじゃ。これを持っていくことがよい。砦の壁を壊してる、銅のグロージアを手に入れた。はい、そうなのね。ああ、もうお金が手に入ったからいっか。ということは全部これ、装備を、装備開けろってことになるよね、きっとね。そうしましょう。これね、結局ね、分けちゃうでしょ。分けちゃうとね、減っちゃうんだよね、取り分がね。そんなこと言っちゃいけないか。あ、こっち来たね。じゃあこのフロアはいいのかな。そうね、そうね、このフロアはいいみたいですね。岬の館か。装備を上げて、上げることでだいぶ良くなるかな。こっち取ってないですね。こっち方面取っておきましょうか。ここはあんまり広くないメールなんでね、さすがの私も覚えることができそうです。そうか、5人目結構大変なんだな。はい、で、まだ行ってないところありましたよね。これあれしかね、あるのかな、宝箱。でもこのフロアはないような気がするんですけどね。あ、なんかいた。あ、なんだ、カルムの魔術師ならここの奥にいるよと。いや、もうあったんですけどね。ああ、こう来たとこだね。ということは終わりだね、これでね。うん、さあ、じゃあジャダっときましょうか。ああ、いける。あ、いいね、これね、これいいですわ、ほんと。で、ジャダに喋るかな、早く。あ、そうなのね。アタールの町の番人は村の出身者だが魔法が使えないと。ああ、また、あ、よかった、覚えてくれた。で、この人は、ああ、ジェダさんも同時にやなって。ちょっと待ってね、マーティー、マーディーなのかな。ヒットポイントは200しかないのね、レベル3になったんだけど。ああ、ちょっと待ってね、ウッディーン攻撃力すごいね。え、ちょっと待って、この緑があれか、自分の能力が300、200、300、500、200、300強いね。400、500、600、200、240、ディフェンス40。さあ、岬の館ですか。あ、お金は158。あ、じゃあまたあそこだね。あそこに行かないと買い物できないよね。ねえ、敵1匹で6の経験値が入るんだったら、あ、これ1匹倒すといくらなんだろう。痛い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 、一緒じゃない、敵と一緒じゃない、経験値ひどいな。あ、やばい、早く岬の館へ行かなければ。行き
たいんですけど、どこにあるか分かんないんですよね。まあその前にアイテムを揃えていきましょうか。まず優先したいのはウルの武器とアーベルの武器だね。これまずいんじゃない？できますね。あれ多分まずい気がする。あんだけ敵ね、強い敵いたらまずいよね。よいしょ。ああ入ってきた。あダメだ、キャンプしないと。はい、2706ティラが出ましょうね。はい、おはようございます。で入って、さあこれ絶対防御上げないとダメだねと。はい、チップ。ただでもとりあえず武器だね。武器高いよね。あららららら、あれここも、ああそうね、あそうか、ここはこれなのか。あれ、あまだあるのね。ああそっか。ウルは高い、買えないね。買えないわ、高すぎて買えないね。あれそんなとこだったっけ。じゃあ仕方ないね。今あるのはキュイラス。レザープラスワン、ロングソールド、キュイラスかな。あ、ちょっと待って、ごめんなさい、何度も何度もごめんなさい。お金が何本あるんだね、私は。2万ね。2万あるんで、キュイラスプラス1かな。を買って、ね、キュイラス、あ、あんまり差がないんだね。うん、キュイラスってどうしようどうしようどうしようかな。そうだね、でもこれだったらもうキュイラスプラス3ぐらいまでいった方がいいんじゃない。プラス3までいっちゃおうか。はい、誰でも切れる、本当に。ハーマー、キュイラス、ウル、あ、切れる。いやでもウルが来たらダメでしょ。ハーマーで、あ、いやいや、はい、ウィーポンか、よかった。え、何も持っていない。ちょっと待って、積むからやめて、そういうこと。じゃあレーザープラス1持ったのかな。これあれなんだね、余りがない、余りで回せる装備がないと脱がせれないのかな。そんなゲームだったっけ。キュイラスプラス3、レーザープラス1だね。持ち物、そうだね。ああそうだわね、持ってないと危ないなこれ。レーザープラス15000、いやレーザーにしましょう。役に立たんぞって言われてますが、これをウルに、本来アーベルなんですけどね。でアーマー、キュイラスプラス3をマーティに、でレーザー1をウッディンね。でもこれで何もできないですね。ほんと今じゃ考えられないシステムです。ああ、うん、こ
これでちょっとは対抗できるかな。で、あとね、フード変えるんじゃない。はい、これでちょうど良くなったんじゃないでしょうかね。フード28、あーお金630、634で買えるものなんかあったかな。あとはご機嫌取り残りぐらいかな。買うの買えないね。あーさあ、これでもうしばらくレベル上げしないといけないかな。岬のなんとかってどこなんだろう。そこだよね、まずね。あ、違うかな、こっちじゃないかな、こっちじゃないね、こっちじゃないよね、違うんだけど、うん、タージ村、あ、あれね、あれだね、グレッシーだね。で、あららら、ああ、ここ入っちゃダメなんだよね。岬の洞窟って言ってたので、こっちなのかな。いや、それだったら入っちゃダメだよね。岬の館と言ってましたから、でこれ、ボージェントの町ね。教えてくれるとか、あ、洞窟じゃない、館だね。館、この人は何も言ってくれないかな。連れてけないわよ。おう、ダメだね。あの一発でかいのいたのね。ミス、はい、ミス、うん、分かってんだけどね、早く行ってあげてって言われるのも。1匹だった。でもこれ攻撃力強いんだよね。ちょっと見せてもらいましょうか、マーディさんのキュイラスプラス3の威力をね。え何いきなりそれなりに食らったんだけど、7の経験値しか入んないもんね。岬なんだろうね。うわー、ますます分かんなくなってきちゃった。どこだろう、岬って。あ、これはいいか。武器もあれだね。あ、もう高かったね。こんなに武器が手に入らないゲームだったかな。よいしょ。で、なんか違うような気がしますね。殺人って書くのか。あー、もう額がないから困っちゃいますね。オラの砂漠は聞いたね、これね。こっちじゃ違うね、これじゃないね。あ、わかんないね、本当にね。この弱い敵がいっぱい出てくれる。あ、ここら辺は出てくれるのかな。救済装置なのかなひょっとすると。とにかくマーティーを、あの防御力を上げないといけないですね。で、他の人はマーティーの下がりをという感じでしょうかね。でも職業によって切れる切れないってあった気もするんだけど。
アーマーはなかったのかな。あれまたあんなことするね。本当に。ここはあの境目だね、地方のねえ、弱い敵が出てきてくれるんでありがたいっちゃありがたいんですけどね。じゃあね、ちょっとよろしい時間になっちゃったんで、この辺で終わっておきましょうかね。PC88 のサバッシュパート7ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。